こんにちは。いつもお世話になっております、勇者です。はい。待ち望んでおりました。4のガチャが来ましたので、即引きたいと思います。今、まだ3時5分なんですけどね。はい。即引きたいと思います。他のシリーズはもう3連までって決めてるんですけど、まあ4と5に関してはもう自分の中では無制限と。はい。自分が納得できるまで引けたらいいなと思ってますので、じゃあまずはこれですね。聖セシルのバーストが入ってるんですよね。うん。いやもう欲しいものだらけなんですよ、正直。まあ見ていきましょうか。もうとりあえず聖セシルのバースト、これはめちゃくちゃ強いという話を聞いてまして、まあこれ、まあ当然欲しいです。欲しいけど、なんか、まあ、正直これ欲しいんですけど、これよりも、僕どっちかというと暗黒セシルの方が好きなので、暗黒セシルの武器が出たら嬉しいなみたいな、これがね。シャドウブレイドとか。はい。あとは、カインが好きなんで、これ欲しいですね、これ。ただこれ、まあ、ちょっとね、他の動画でも言ってたんですけど、対空時間なしのジャンプって、何っていう、その、よくわからないというか、これだけはちょっとよくわからないですけど、まあ、使ってみないと、ね、なんとも言えないので、これが、この辺が欲しい。で、もちろんこれも欲しいです。もう全体回復、全体回復がずっと欲しくて、ずっとずっとろうそくに火を灯して頑張ってたんで、欲しいでしょ？で、ギルバートも僕好きなので、欲しい。イケメンですから。でも全部、もうどれでもいいですね。もうほんとどれでも欲しいんで、そうですね。まあ、ちょっと、頑張って引いてみたいと思います。まあ、ミスリルもいっぱいありますしね。はい。で、正直多分セシルのバースト狙いで、皆さん結構引かれるんじゃないかと思いますので、こっち、第1弾、第2弾のうち多分第1弾がすごく人気になるんじゃないかと予想してます。で、第2弾の方のラインナップも見たんですよ。ありますよって言っていただいて。暗黒セシルのデスブリンガーですよね。僕が前回のアカウントで非常にこだわっていた、こだわりの装備、デスブリンガーが入ってる第2弾。がまたね、ガチャのラインナップがね、もう微妙すぎる感じで、誰が引くねんっていうガチャが次来ます。で、僕は引きます。僕は引きます。もちろん暗黒セシルのために引きますけども、まあ、そこまでミスリル残しとかんとねということで、第1弾はそれなりに、ちょっと軽め、もうジャブ程度でいきたいと思います。狙いは、もう本当に一番嬉しいのはここですね。ローザです。まあ悪い女なんで、悪い女の大回復っていうのがちょっと欲しいですよね。さあ、じゃあ行きましょうか。なんか引こうかな。まあまあ、ちょっとね、出方にもよります、ほんと。もう何にも決めてないです。回数とかも何にも決めてないので、ただ11連で引いていこうとは思ってます。じゃあ行きます。よし。まあね、もう一発で決めたい気持ちはあります。そらね。よし！よし、揺れて！揺れてる！よっしゃ、三つ！あ、もう一発で決まったんじゃないか、これ。いきなり三つですよ。とりあえず、カインの槍でしょ。で、ローザの弓でしょ。で、まあ、セシルのバーストか。よかったなぁ。マジでよかったなぁ。あ、これも嬉しい。いきます。来い！ん？エッジか。エッジや。ギルバート。え、ちょっと待って、外すな。暗黒セシル。言ったやつじゃないやつばっかり来る。マジか。いや、まあまあ、でも、いい引きですよね。めちゃくちゃいい引きだと思うけど、また言ったやつと全部違うの来たな、これ。ああ、そうですか。そうですか。ああ、そうですか。まあ、いいですわ。暗黒セシルも嬉しいし、ギルバートも嬉しいし、まあ、ていうかもう全部嬉しいですね。よし。よし。じゃあもう一回行こうか。もう一回。じゃあ、もう決めますね。もうこんだけ出たんで、もう別に、正直もういいんですけど、ただ、大回復がまだ出てませんので、あと、カインが出てませんので、ちょっともう一回揺れるまでは11連行こうかな。それで、ちょっと決めていきたいと思います。よし、もう一回行こう。
いや、嬉しいな。ちょっとセシル嬉しいな。揺れる。揺れ。まあまあまあいいですよ。金の卵にお宝が入ってるかもしれませんし、これシュワーンって言って虹に変わるとも限りませんからね。からの変わるんでしょ。うん、まあまあまあよかろうよかろう。まあ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 星4の装備ですら欲しい今の現状ですから。よし、もう一回行きましょう。まあ、とりあえず揺れるまでは行きます。頼んます。揺れて、はい、揺れて2個。いやー、よかったよかった。2個か、よかったよかった。とりあえずカインの槍とローザの弓は手に入ったかな、これで。よしよしよし。あんま言わん方がいいのかな、これ。神様が聞いてる可能性あるんでね。神様、運営様、お願いします。すん、おい、聞こえてたかな、もしかして。聞こえてたパターンのやつかな。聞こえてたかな。こっちなん、青ひげの方。でもちょっと待って、でもね、引きたいけどどうしようかな。もう次引かなあかんしね。もう一回引こうかな。引きたいな、すげえ引きたいんですよね。もう一回引こうかな。意志が弱いな。単発で行きましょうか。単発で、いや、もう行こう。いや、もうラスト。これラストです。もうラスト。泣きの一回泣きの竜、来いやー。2個。よう出てるんすけどね。よう、あの言わんとこ。あ、ちょっと待って。あれが欲しいな。エッジの刀が欲しいな。エッジの刀が2本出てるんかもしれへんな。運営さん聞こえてるか。運営さん聞こえるか。エッジの刀が欲しい。セシルの剣がもう一個重なり。あ、バーストや。おい、エクスカリバー引いてもた。よし、よかった。まあなんとか形になったかな。よかった、やっぱ運営さん聞いてるな。次からこの作戦で行こう。よし、ということで聖セシルの方ですね。聖セシルのエクスカリバーをゲットしました。はい、まあなかなかの収穫祭になりましたけどもね。まあ、大回復は今回も、全体回復は今回も手に入らずということで。はい。では次回、また暗黒セシルの方の超必殺をある程度狙いたいと思います。ということで見ていただいて本当にありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。バイバイ。